部分は聞いちゃおうかなっていう OK をいただいてるんで。あ、そうなんですか、知らないところで、はい、普段はお休み、はい、すごい忙しいじゃないですか、うん、何されてるんですか、休みですか、はい、なんか、そうですね、まあ、割とぼーっとしてないな、うん、表に出るのが好きなんで、はい、まあ、映画が好きなんで、映画見に行ったり散歩したり、はい、散歩して映画見たり2つどうですかね、あんま見ないとこう俳優仲間と育成みたいなもんな、あ、でもなんか、あ、でもスタッフさんと仲がいいので、スタッフさんとこうご飯行ったりとかしますね、監督と。スタッフさんを大事にする人がいいんですよ。じゃあなんか、あん、はい、多分他の役者さんほど役者さんの友達は少ないんですよ、あんまりなんか仲良くなれないというか、人見知りなんですけど、そうなんですね。なんでそんな悩みを今ここで、そうです、人見知り、人見知りには見えないから、映画もすごくいろんな、ね、雑誌とかでもちょっと見させていただいてたんですが、割とマニアックですよね、まあ、うん、でも、そまあ、マニアックといえばマニアックな映画ですよね、確かに。お、なんか今好きな、これ気に入ってんだっていう映画があれば。いや、たくさんありますけど、うん、あの、そうですね、たくさんありますけど、うん、なんですかね、今かかってるのとかですかね。あ、でも、だってよくね、ご覧になるし、あの、いいです、昔の映画で。昔の映画ですか。まあ、でも、最近80年代入ってからのトリュフォーを見たんですよ、うん、で、初期の大人たちは分かってくれないとか、すごい好きで、で、ま、なんか作風がすごい変わった気がしてて、それに衝撃を受けましたね。あ、あと、それはどうでもよくて、あの、ミッションインポッシブル今やってるじゃないですか、見たんですけど、衝撃を受けましたね。あ、それはここまで行ったかっていう。あ、なんかね、上からワンはブライアン・デ・パルマ監督が撮って、まさしくスパイ映画なわけですね、で、2でちょっとロマンチックになり、3でアクション映画になり、で、4でなぜかコメディ映画になったっていう、そういう世の中がもう喜劇なんですよね。あ、なるほど、今まで使ってきたあんなハイテクな機械が急に壊れてよし、じゃあマスクなしでいくぞとか、手袋壊れちゃったとかね、手袋とか音が鳴って壊れたりとか、なんか最後の方、こう張本人がその、あの、機械使う時とか、これ大丈夫なのかとか言いながら使ってた。あ、なるほど、そういう見方、すごいね、なんか映画コメンテーターみたいななんか仕事奪われた感じそんなことないですけど、じゃあトリュフォー、ね、フランス映画を見れば、インディペンデント系も見れば、こういうエンターテインメント見て、なんかちょっと違う視点で見てるみたいな。いや、わかんない、純粋に楽しみですよ。ね、今度は IMAX で見に行こうと思います。本当、ね、映画も好きで、あの、一つ気になることがずっとあったんですけど、あの、鶴谷さん、ちょっとこう、眠そうな目するじゃないですか。あ、よく言われますね。それはよく言われるんですか。よく言われますね。常に眠そうだねとか、覇気がないねとか、人を小馬鹿にしてるのかとか。それは思わなかったですけど、久保塚さんにも言われました。久保塚さんに言われたくない感じ。洋介さんはこう、あの、そういうあのパンドラの箱っていうのから、すごい何回も共演させてもらって、ね、会うたびにやっぱ、やっぱ人を小馬鹿にしてどうしてるって言われてるんですか。言われますね。まつげが長いからかなとか、いろいろじーっと見ちゃったりしてたんですけど、何なんですかね、目が死んでるとかよく言われるんですけど。いや、でも目の鋭い演技っていうか、そこの中からこう映し出す 目の演技っていうのもまた鋭いなとか思ったりするんですけどね。まあ、眠い時もありますけど眠くない時も言われるんで、若干ちょっと最近気にしつつあるんですけど、そうですか、改善しようがないんで整形とかしなければ。ちょっとキリッとした目をやってみてください。あんま変わってない感じがしますけど、でも映画ね、やっぱり演技されると、あの、そうです、あの、今からもうキリッとした目がたくさん見られると思うんで、全然またね、これ
また違う。最近あの友達が秘密を見た後に僕に会って、はい、このなんかこの感じの僕を見てなんかがっかりだよって言われました。あんなに映画の中で頑張ってたのに普段は何なんだ君はみたいな、その眠そうな顔してがっかりだよって僕すごい言われますね。でもそこから役者さんだからいいんですよ。いつもこうキラキラした目してたよね。そうですよね、あの隅田みたいに毎日過ごしてたらもう、本当に周りに人がいなくなっちゃうんですよ。いやいやいや、まあ、最後の隅田の目は今の目だかなっていうふうに思いますけどね、はい。まあ、これからご覧いただくのであまり喋りすぎそうですね、そうですね、私たちね。大挨拶というか完全にトークショー、トークショーになっちゃったよ。いやもうこのままおすすめ映画をとか言いたくなっちゃったりしてね、思いますが、まあでも本当今日急遽ねこんなにたくさんの方集まっていただいたので、あの住谷さんからぜひとも皆様に熱いメッセージをお願いしたいなと思います。あのこの映画は去年の5月に撮られた映画なんですけども、本当になんて言えばいいんでしょう、当たり前なんですけど僕は本気でやりました。でこれあの言い過ぎとかじゃなくて本当皆さん命がけでやっていて本当に死ななくてよかったってぐらい本気でやってました。でこうやって都内で公開されて、で公開されてからもこうやって舞台させやらせてもらって、これすごい感動しています。本当ありがとうございます。なので本当たくさん思いが詰まった映画なので皆さん受け止めてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。だから3つ目は本当に思いを込めたメッセージをありがとうございました。今後の、まあね、活躍をと期待しておりますので、その度に名古屋にお越しください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。三谷聡太さんでした。大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。お母さん、お母さん。お母さん、すごいね、三谷さん。ファンの幅が広い。子供から、ね、おばあちゃんまで。すごいですね。もう人気者ですからね。はい、どうもありがとうございました。